なんだよ、だらしないぞ。あんたは？私はサーク司令官だ。ハートレスの司令官？うん、これを見ろ。サーク司令官、わかった。なあ、ここはどういう世界だと思う？ここはコンピュータープログラムの中だよ。プログラムの中？そう。ざっと説明すると、そもそもこれはエンコム社が作った巨大なコンピューターシステムだった。エンコム社のためにいろいろな情報処理をしていたのさ。やがて別のユーザーの手に渡った。新しいユーザーはプログラムを自分用に改造してホローバスティオンシステムと名付けた。彼はこのコンピューターで街を管理したり、自分の研究に使っていたんだ。ああ、僕はトロン。セキュリティプログラムさ。今は君たちと同じ囚われの身だけどって。トロンは何を言ってるの？とりあえず挨拶しようよ。俺はソラ。僕はジョジョジョ。いやトロン、僕はグーフィー。見たところ、君たちはユーザーだね。ユーザー？とにかく急いで脱出した方がいい。 MCP にひどい目に遭わされるぞ。 MCP？ ここを支配しているメインプログラムさ。つまり、ここでじっとしていると MCP に消去されてしまうってこと。消去？どうすればいい？外の世界へはこのターミナルから出ることができる。でもしばらく前からターミナル用エネルギーが遮断されている。キャニオンに設置されているエナジーコアを再起動すれば問題ないはずだけど、一番重要なのはここが牢獄だってこと。扉を開かないと僕たちは何もできない。MCP 様、なぜトロンを消去しないのですか？データエリアのパスワードがまだわからないのだ。パスワードなど MCP 様のお力をもってすれば。外が騒がしい上に部下が頼りなくてな、なかなか解析に集中できんのだ。行けサーク、システム内の不始末は全てお前の責任だ。わかりました。
それがエナジーコアだ。それで頼みって僕のユーザーに会って DTD にアクセスするためのパスワードを聞いてきてほしいんだ。DTD はデータエリアの名前さ。ユーザーがそう呼んでいたんだ。そこにはオリジナルのプログラムや秘密のデータが保存されているんだ。ハートレスや13機関の情報もかな。うん、おそらくね。僕はここで MCP と戦っているうちに少しずつプログラムを吸い取られて本来の能力をなくしてしまった。でも DTD に保存されているオリジナルプログラムがあれば元の僕に戻ることができる。そしてこの世界を MCP が今みたいに改造されてしまう前の、そう、ユーザーのために働く忙しいけど充実した世界に戻したいんだ。ねえトロン、MCP もプログラムなんだよね。誰が改造したのかな。それは僕も知らない。よし、トロンのユーザーに聞いとくよ。で、その人の名前は。なんだ、知ってると思ってたよ。僕のユーザーはこのシステムのユーザーと同じ賢者アンセムさ。アンセム？MCP に気づかれたな。ターミナルとエネルギーは僕が確保しておくから、君たちは早く外へ。うん、でもトロン、アンセムは。僕が今アッシュか。よし、これでターミナルが使える。急げ。
とごめんね。落書き？ふぅー、メイン、セキュリティドロン、トラトゥー。何かの設計図かな？トラトゥー、ダウイズ？あ、ディ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 。どうした？ほら、ここにあるのがきっとデータエリアのことなんだ。 DTD ドアトゥーダークネスの頭文字。なるほど。しかし問題はパスワードだ。ドアトゥーダークネスは闇の扉という意味だね。おいしさー、王様、久しぶり。13機関に気づかれちゃうよ。闇の扉がどうしたの？お、はい、僕たちはパスワードを探してるんです。パスワード？ああ、合言葉のことだね。闇の扉なら7人のプリンセスを集めれば開くよね。白雪姫、ジャスミン、ベル。なるほど。何が始まるのかな？パスワードが分かればアンセムの研究データを調べられるんだって。それじゃあアンセムの行方が分かるかもしれないんだね。いやだな、王様。アンセムは俺たちが倒しちゃったじゃないか。君たちにはいろいろと説明しないとね。お願いします、王様。じゃあまず最初に。おい、トロンが待ってるんじゃないのか。僕ならまだこの町にいるよ。ハートレスが攻めてきたらレオンたちと一緒に戦うつもりなんだ。うん、俺たちも。じゃあ後で話そう。しっかりするよ。さあ行っておいで。
Yeah!